私のとはえらい違いだな。問題ないわ。接合部は厚く積層するし、むしろ強度は強くなるはずよ。これを磨いて色を塗るのね。全部できて接合したらね。完成はまだまだ先か。表面に離型剤が付着してるから、それをきれいに剥がしてやらないと塗装のノリが悪くなるのよ。珍しいな。一人かい？そういえば、二人でいる時も会話が弾んでいるみたいだ。主に君が話題の中心だな。
りたいか？これか。昨日久しぶりに家に帰ったからな。父の仕事の手伝いをしてきた。発明家だ。小鳥たちじゃないが、最近私も楽しい。部活だよ。みんなすごい。アゲハには作る才能があるな。機転が利くし知識も豊富だ。小鳥は根気があるし熱心だ。誰よりも飛びたいって思っている。葵くんはあの子らをうまくまとめてくれている。シミュレータではもう私より上手に飛べるしな。来てからいつも賑やかだ。イスカがいた頃に戻ったみたいだ。姫木さんならロボット部の子に呼ばれて出てったわよ。
深刻そうな顔してたわ。になってね。本当は喜ぶべきことなんだけど。あ、でも先輩たちの気持ち考えるとそうもいかないか。しばらくの間ロボット部に専念しなきゃならなくなった。え、それどういうこと？先輩、少しの間お休みさせていただくことってできますか？それはいいが。早ければ夏休み入ってすぐだけど、遅いとお盆くらいまでかな。ロボットコンクールの予選だな。私ら下級生チームは補欠だから出場する予定はなかったんですけど。先輩チームのロボットに問題があったらしくて、今からじゃ間に合わないから急遽繰り上げってことになっちゃったんです。じゃあ主翼作りはどうなるのよ。直接作業してる時間はないかな。ロボット部終わってから顔出すから作業は幅根さんにお願いできないかな。